皆さんこんにちは。こんにちは。チャオ。今日はイタリアでもお盆の日本のお盆みたいな時期で、で特に今日は日曜日で、フェラゴーストっていう日なんですけど、まあそんなに家族で集まるっていう大切な行事の日っていうわけではないんですけど、まあ、なんとなくこうみんなと一緒に食事するような日なんですけど、フェラゴストにはなんかバーベキューなんかをよくやることが多いので、今回はね私たちだけなんですけど、このベランダでバーベキュー気分を味わおうということで鉄板を出してきて、ここでお肉を焼いて食べることにしました。この私たちの格好を見てわかると思うんですけど、イタリアすっごい暑いんですよ。もう本当に汗だく。今もね、ここの気温が33度、外の気温が33度で、部屋の中は30度あります。なので今このように扇風機を外に、バルコニーに設置して、ちょっと対策を立てたんですけど、それでも暑いです。で今からここでお肉を焼くのでさらに汗だくになると思うんですけど、まあ、バーベキュー気分は味わえるので、楽しそうなのでやってみることにしました。ということで私の方で、用意したソースが、これ一つはね、これはね、お醤油とからしとオリーブオイルでソースを作りました。 あとちょっとレモンも入れて、醤油、オリーブオイルにレモンと胡椒で、和風のソースを作りました。そしてヨーグルトの方のソースなんですけど、こちら最初はキュウリのサラダを作ろうかなと思って作ってたんですけど、お肉にも合いそうだなと思って急遽お肉のソースに変更しました。ここにはヨーグルトとニンニクのすりおろしとレモンの皮のすりおろしと、あとオレガノと塩コショウが入っています。味にしたらとっても美味しいソースができたので、お肉のソースにすることにしました。で、あとで、その他に付け合わせとして、ペペローニの、ペペローニの副菜と、あとトマトとキュウリのサラダを作りました。こちらの方のペペローニ、これはワインで、ケッパと一緒に、あとオレガノと一緒に煮込みました。このペペローニと、あとそれからこちらキュウリを、ちょっと塩もみして水分を絞ったものと、トマトとオリーブオイルを、あとミントの葉っぱを入れました。で、これは食べる直前に味付けしたいと思います。で、もともとさっきのヨーグルトソースはこれに入れて味付けする予定だったんですけど、先ほどのヨーグルトのソースは、お肉のソースに変更したので、こちらは、塩とオリーブオイルだけでさっぱりといただきたいと思います。で、お肉の方をご紹介します。お肉はこの4種類、今回この4種類、これは牛肉の薄切りです。これは和風ソースが合うかなと思って、和風のタレでいただきたいと思います。で、これは、なんていうんだっけ、バラ肉。で、パンチェッタって言うんですけど、イタリア語で。豚のお腹の部分で、これをカリカリに焼いていただくととっても美味しいです。そして、串焼きのように用意しているタイプのものを2種類買ってきました。こちらは、ラム肉の串焼き用のもので、こちらは、サルシッチャと、あと、鶏の胸肉、それとペペローニと、ペペローニってなんだっけ、パプリカですね。ちょっとモッツァレラが挟まっているようです。この4種類を。コミチャーモ。乾杯。ボンフェラゴースト。ボンフェラゴースト。Sì, incominciamo. Allora, intanto io direi di mettere su queste qua, le mettiamo su un lato. Laterale?これはね、先ほども言ったんですけど、鶏の胸肉と、パプリカと、あと白いの挟んでるのはなんか、モッツァレラか油か、どちらかかなと思うんですけど、ちょっと白いのは何かよくわからないです。それとサルシッチャ、ミニサルシッチャが、一番上についています。あともう
こちらの牛肉の薄切りの方も焼いていきます。これはすぐ焼けると思うので、こちらのお醤油とおからしとオリーブオイルで作ったソースでいただきたいと思います。ちょっと焼肉気分で嬉しい。おー、いい、いい。この、 ヨーグルトのソースなんですけど、お肉にすっごいよく合います。先ほども言ったんですけど、ヨーグルトに、すりおろしたニンニクをほんの少し入れて、オリーブオイルと、あとレモンの皮を削ったものと、オレガノと胡椒を入れました。とても美味しいです。お肉にとてもよく合います。大輝ごめん、パンチェッタ、これ豚のバラ肉なんですけど、豚のバラ肉は厚切りしたものなんですけど、それを焼いています。気温が33度あります。暑いです。そうそう、パン。先ほどね、パン焼き上がったばかりなんですけど、このパンもここに持ってきてあります。大輝はね、このヨーグルトのソースがすっごい気に入ったみたいで、こればっかりつけています。でも本当ね、このヨーグルトのソース、お肉によく絡みついてとても美味しいです。で、こちらの方はラム肉の串焼き。パンチェッタの方はじっくりとカリカリに焼いていきます。結構麺これよ。そうね。鶏の胸肉の串焼きの方に、パプリカと
あの挟んで一緒に挟んでるのは 何かモッツァレラかあのお肉の油って言ったんですけど、油でした。多分バラ肉の油だと思います。美味しいです。大きい。そうね、ペリパラできてます。パッチン、こちらの方もそろそろ準備できました。あのラム肉の串焼きとベーコン、ベーコンっていうかあの豚のバラ肉の厚切りのステーキ。そろそろね、こちらの方もカリカリに焼き上がって、串焼きの方もいい感じの焼き色になっています。ね、衣もレッピングスタート。はい、大事。こちらの串焼きもあの塩だけでいただきたいと思います。米大事、大事、うん、使った。全部青い青い。あ、ぶん、じゃあテピアチョボブヨーグルト。大輝はそこら中にヨーグルトのソースをかけています。相当ヨーグルトのソースが気に入ったようです。うん、OK、buono。 Ha messo un po' di sale。 Poi pepe。終わりました。これからお野菜を食べます。ペペロニのキュウリのキュウリとトマトのサラダをいただきます。もう大輝お腹いっぱいでやることがあるということで、もうテーブルを離れました。ということで、私たちはこれからお野菜をいただくんですけど、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価ボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はそちらの方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アラプロシマ。チャオ。バイバイ。暑い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 。チャオ。